あの砲塔団は花火を確認するために戻ってきたようね。二人とも隠れて、ここで様子を見ましょう。おかしら、花火はこれぐらいで足りますかね。何言ってんだ、こんなんで足りるわけないだろ。しかしおかしら、花火をこれ以上用意するには城内に行って盗むしかないですよ。うん、だったら光らなくてもいい。音が出るものを用意しろ。確か爆竹と言ったか、あれを持ってこい。俺たちの目標はできる限り大きな騒ぎを起こすことだ。すべての戦艦軍の注意を引けば野郎どもも行動しやすくなる。わかったか。わかりやした。お頭は本当に頭がいいっすね。今回こそはがっぽり稼げますよ。しかしお頭、野郎どもがみんな出払ってる今、ここに残った人数じゃちょっと心もとないんじゃないですか。その点は心配すんな。怪盗祭ではいろんな催しがある。戦艦軍は今頃忙しくしてることだろう。ここに来ることは絶対にない。おい野郎ども、気を引き締めろ。あともう少し品を手に入れたらそろそろ。お頭、お頭、大変だ。どうした。情報が漏れたみたいだ。戦艦軍がもうそこまで来てる。それに俺たちが置いた見張りも全部捕まっちまった。仲間が花火に火をつけて戦艦軍をかく乱してなかったら多分俺も捕まってた。お頭、早く逃げましょう。戦艦軍がどうして情報を、しかもこんなに早く。くそ、今はそんなこと考えてる場合じゃない。花火はここに置いてく。逃げることを優先しろ。俺たちが捕まらない限りまだ計画は終わっちゃいねえ。どうやら私たちの出番のようね。ああ、行こうぜ。武器を捨てて両手を上げなさい。くそ、邪魔をしやがって。今すぐこの刀で。何、お前は幽閉国政。ふん、私を見て止まるということは少しは物分かりがいいようね。もう一度言うわ、武器を捨てて両手を上げなさい。まさかこんな人里離れたところで幽閉に出くわすとは。野郎ども、逃げられない以上やるし。おとなしくしていればいいものを。幽閉の手で裁かれるとはしょうがねえ。じゃあ私の質問に答えてもらおうかしら。こんなにたくさんの花火を盗んで何を企んでいたの。俺たちはただ正直に言えば少しは罪が軽くなるわよ。わかった。この花火を俺たちは城内へこっそり運ぼうとしてたんだ。そして怪盗祭が開催されたらそれに火をつける予定だった。花火は強い光を放ち爆音を響かせる。だから火をつければ騒ぎが起こるだろう。その隙に城内に入って人稼ぎしようとしてたんだ。だが数がまだ足りなかったから。だから。そう、なら君たちは複数の小隊を配置して花火を盗んでいたのね。そうだ。もともとは大勢で盗みに行かせてたが、そのうちの一人が飛雲紹介に捕まって幹部に連れてかれたと聞いてな。おかしいと思ったんだ。飛雲紹介とは何の関係もないはず。それに俺たちが盗んでたのは幹部のもんだったわけだし。いや、とにかく
あの捕まったやつが全て吐くんじゃねえかって心配してたんだ。まさかそのタイミングでお前に捕まっちまうとは。さっきお前たちの仲間が戦艦軍も来てるって言ってたよな。そうだ、なぜか知らないが戦艦軍も俺たちの見張りの情報を事前に知ってたようだ。奴らはこっそりと見張りをほとんど無力化した。その情報を途中で掴んでなかったら俺たちも捕まってただろう。今もう捕まってるだろ。それはどうやら戦艦軍は以前捕らえた砲塔団の口を割ったようね。この近くにも砲塔団の残党がいるかもしれないわ。安全のため場所を変えましょう。旅人、この砲塔団たちを警察層にいる戦艦軍のところまで連れて行ってくれる？私はもう少し調べてから合流するわ。ええ、君もね。警察層で会いましょう。